徳島市から車でおよそ70分、三好市にやってきました。絶好のお出かけ日和です。吉野川中流にあるダム湖、池田湖。雄大な阿山山脈の山を背景に、エメラルドグリーンの水面が輝きます。ここで楽しめるのが水上アクティビティ。ウォーターアクティビティの聖地として知られる三好市。2022年にオープンしたのがへそっこ水遊びパークです。サップ、サーフィンボードのようなものに立って漕ぐものだったり、あとはカヤック、カヌーとも言ったりしますけど、カヌーだったりラフティングのボートなんですけど、それでしたり、あとはウォーターロールといって、その主に4つの種類を遊ぶことができます。1日遊び放題、もしくは半日の遊び放題っていうプランで、もう好き放題に遊んでいただくっていうプランが一番の人気です。普段体験できないような水遊びのアクティビティをたくさん遊ぶことができますので、それが一番の大きな魅力かなと思います。今回はカヌーに挑戦です。風が気持ちいい。水面が穏やかな湖の上はカヌーが安定して、初心者も漕ぎやすいんです。爽やかな風を切って前進。用具はすべてレンタル OK。 今シーズンの営業は終了しましたが、また暖かくなったらぜひ体験してみてくださいね。そんな水遊びの聖地、池田湖に新たなグルメスポットが誕生しました。湖のすぐ近くにあるログハウスでは、阿波踊りを使った食事が楽しめるんです。今年9月末にオープンしたばかりのお店、池国港。池田湖を一望する坂の上のレストランです。自慢のウッドデッキは今の時期の特等席。綺麗な景色もごちそうです。一押しは阿波踊りのロティサリーチキン。ロティサリーチキンとは、骨付きの鶏を1羽丸ごとローストした料理。5つ星ホテル御用達のスペシャルオーブンを使って、低温で1時間かけてじっくりと焼き上げます。目の前でこうカットしてくれてるのを見ることってなかなかないですよね。一羽まるまる注文いただいた方には目の前でカットするようにしてるんで、パーティーだったり何か誕生日会だったりで盛り上がると思います。そんなに見た目ほど脂っこくもなく、美味しく食べれると思います。皮はパリッとさせて、中はふっくらしてるんで、そこがおすすめのポイントだと思います。美味しそう。皮パリッパリ、皮は香ばしくて塩気も効いていて美味しいですね。中はふっくらと柔らかいんですけど、でも阿波踊り特有の弾力があります。テイクアウトもできるロティサリーチキンは、これからやってくるクリスマスにもぴったり、食卓の主役を飾ります。トレンドのスパイスカレーも池国港の看板メニュー。阿波踊りのチキンカレーに添えているのはロティサリーチキン。見た目も鮮やかなワンプレートです。カレーの中の阿波踊り、ほろほろに煮込まれてますね。カレーはスパイスが効いてるんですけど、辛すぎず、でもこう深みのある味わいです。隠し味はピーナッツバター。カレーにコクが生まれるそう。大満足の一皿です。行楽の秋、ちょっと足を伸ばして、美味しい料理と自然に癒される一日を過ごしませんか？